よし。行くぞ。夢見させてくれよ。多分ちゃんと読んどかないとな。まあこのデータは使わないんですけど。チャンスだぞ。間違いね。おい。うっす。おかえり。でも。狭い部屋だから、これは不可抗力だから許されるべき。あ、離れて行動できるようにするの課題。狭くてこれ以上離れられないわけである。でもこの間初めて一人で秋葉原に買い物に行ってきたし、人混みでキョドって手のひらの汗やばかったけど、ちゃんと回ってこれた。買い物した証拠はそれ。つかそれ敵やばくね、超可愛くね、前髪だるくないし、謎の腕輪とかないし。とにかくこれで達成だよね。キャサリンのフィギュアあったな。歩くのちょっぴり楽しかったで、だから今近くにいるのはその仕方なくてなの。じゃあ約束ノート全部できた？全クリ？やった、コンプ。右上にドロビー出ちゃった的な。それでそのち近く OK 許可したな。もう撤回はなしだからな。なんだろう、見慣れた部屋のはずなのに今までと違って見える。ううん、ここだけじゃない、世界がね、どんどん広がっていくの。毎日いろんな発見がある。宗次郎の寝癖の向きとか、四茶の街並みとか、コーヒー豆の種類。世界は昨日と同じように見えても毎日少しずつぐるぐると変わってく。頭では知ってたよ。でも自分もその中にいるんだって感じたことはなかった。私もみんなと一緒にちょっとずつ変わっていきたい。ちゃんなんだけど、バイト始めたってメール来た。コンビニで働いてるみたい。高校生と同じことできたって喜んでた。でな、バイト代で参考書買ったって。高校受験するって。かなちゃんも新しい世界に出て行こうとしてる。切磋琢磨な。でさ、約束ノート全部できたら確かご褒美くれるって約束だよね。さすがジョーカーだ。でもね、秋葉行った時
実はそのつもりでお店見てきたけど、どれも違った。もちろん欲しいものはいっぱいあったけど、自分が頑張れば手に入るものばっかり。私は自分じゃ手に入らないものをもうもらったし。そんなことないって？ううん、そっちこそ忘れてる。私一番最初からすっごい大きなものもらってるんだよ。命をもらった。ありのままでいいって教えられたし、お母さんを信じろって教えられた。死んでた私が生き返った。だから私、怪盗団で恩返ししたい。っていうか私変わったの、見つけちゃったの。もう自分のためじゃ一番の力が出ない。仲間のため、ジョーカーのためって思うと知らなかった力が溢れてくるの。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、忍者の究極なる非業に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。ああこれか。ん？ああそっか、2個くんのか、すげえな。よし、泣きそうマジ。よし、ああ音響機、ここそうだよな、あいつ忍者だよな。やべえ、心がバージョンアップ、新しい私爆誕。よし。命をもらったんだから私も命かける。何でも言って、ピンチの時は絶対助ける。本当だよ。任せて。そしてご褒美の権利を手放すとは一言も言ってない。じゃあ今度は離れる訓練じゃなくて、離れなくてもいい権利欲しい。離れたくない時は離れなくていい権利。同じがいい。あったかいな。なんかなんだこれ、涙出てきた。わけわかんない。権利だし、私がいいって言うまで話したらダメだぞ。まあ一生言わないけどな。今日はちょっとぐらい遅くなってもいいよね。幸せの絶頂。ああ、帰ったか。我はここから落ちていく。逆に見なければよかったから。一応まあでも前作はですね、1周目はまあ双葉1本で行ったんですけど、
俺の魂がちょっと抗えなかったんで。ああ、あとあれですね、あの最後にあのデートイベントだけちょっと見たら過去に戻ります。なかったことになっちゃうんだな。神色だったっすね。なんかもうあれは俺の声を弾いた状態で自分用で保存しときます。おかえり。ふたはすげえ好きだし、あの泣ける、あれ単純に生きる意味をみたいな、なんか、うん、すげえよ本当に。いいんだって、いいの。ねえねえ、好きよ。ん？近所で訓練しよう。部屋にしよう。おい、これ全部見ようぜ、これ。これなどうなの？ねえねえ。クソかわいい。あ、これやっぱこういう感じなのか。全部見る、全部見るからな。ねえねえ。お？うん、うん。おお。一緒じゃからな。どこ行ける？お台場、秋葉、浅草、中野、原宿。よし、全部行こう。片っ端から行くぞ。なんかアングラな店に結構そういうのあると嬉しいよね。そういうのを求めて結構歩いてしまう。買ってあげるって。ありがとな。700万ぐらい持ってっから。おかえり。ねえねえ、かわしい、かわしい、もうダメだ、アドレナリン出まくって喋れねえまともに。お？うん、うん。ねえねえ、かわいい、かわいすぎんか。完成されてるマジで、かわいいの最終形態。行く。頑張れ。無理すんな。潰れて。めっちゃ頑張りよるやん。おかえり。ちょ
タインズゲート の, あのオカリンはきっとこんな気持ちだったんだ。でも絶対違う。ねえねえ、ウェイ、中野、原宿、お台場、最後は秋葉行くか。あ、ちょっと待って、観覧車は待って、おいおい、メインイベントじゃねえか、観覧車とかよ。浅草、スカイツリー、まあ、スカイツリー行くか。中見世通り行く。そっか、そっちもあんのか。じゃあそっちも見よう。神か。ギガント、ギガトンだっけ。うん、いろいろ思うところがありますね。あ、イングルエンザなんだ、ようかって。そういえばメメントス行くか、じゃあ、うん、いやいや、今そんなことどうでもいいんだよ、こっちの世界線では。もう帰る。よっしゃ、行くぞ。おかえりー。双葉尽くし2020、うん、ねえねえ、マグロ尽くしみたいな。の、ほい、これだ。行く。好奇心旺盛や。ええ。この700万双葉のために全部使ってもいい。アイラブ東京 T シャツ。もう帰る。アイラブ千葉が欲しいです。よし、おかえり。あと2カ所か。でもあと2カ所しかないのか。ねえねえ、行くぞ。ブーム、もうしゃぶり尽くすぞ。双葉イベント、秋葉、あらはばき、行く。これ一番多分いいべな。おふふ、薄型 PC か。機能たっぷり。ああ、そういうことか。いらん機能ばっか入ってたってことか。まあ、よくあるよな。裏切りある。言いそう。上がるんだ、交換。このアングル超可愛くねえか。ああ、なるほどね。エレクトリックパラダイス。エレクトリカルパレードみたいな。一番生き生きしてるな。かわいすぎひん、マジで。このアングル良すぎる。
あ、アジャス。あーでもこれもらった記憶も、あーあーはーはーす。今のうちに双葉ニウムも蓄えとかないとな。ああ、帰ったか。マジもうなんかもう本当にこれ俺の声取って、うん、ちょっと残しときたい。いらねえから俺の声とかノイズ。うん。士官乱射メインイベント、不器用な二人の。おかえり。観覧車イベント。ねえねえ。この瞬間を待っていた。うむ。うんうん。くず。あれどこだっけ？これか。行く。大人なデートですね。おー、怪獣キム、かわいい。私は幸せだよ。双葉とデートってないのかな、これ。双子惜しい。よし、じゃあ次でラスですね。これすぐ戻れか、多分カットしてないだろうな。俺は多分カットしないだろうな。普通の人はカットするんだろう。潜入なんかしてる場合か。ねえねえ。うむ。お？ふん。うん。暇だ。というわけで双葉劇場でした。戻ります現実に。